ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ワンモアの P50。ワンモアは以前から中華系のイヤホンに触っている人なら、重要な足跡を残してきた会社として記憶に残っていることだろう。このチャンネルでも、いくつかのイヤホンとヘッドホンを紹介してきているので、記憶に残っている人もいるはず。日本で最も有名なのは、シャオミとタッグを組んで発売された、ピストンに、ベリリウムメッキのドライバーを採用した、1ダイナミックドライバーのイヤホンで、透き通るような高音、低音のインパクト、当時の低価格ユーザーの度肝を抜いた一本だった。その後もワンモアはいくつもの商品を発売し、きちんと日本国内で展開しているので、専門店なんかに顔を出す人には、馴染みのメーカーでもあるはず。全体的に、しっかりとバランスの考えられた、よく安定したサウンドを持つイヤホンなんだけど、中国系のイヤホンブランドらしく、強調や遊び心もある。また、ほとんどの機種が、ここで普段登場するようなブランドよりも、装着感や小型化にしっかり配慮した商品になっていて、詳しくない人が買って後悔しない、安定して誰にでも良い商品を作るイメージがあるな。一方で、この価格帯のイヤホンブランドとしては、今までのところ、リケーブルができないタイプのイヤホンが主力だった。だが、ついに、ワンモアから、リケーブルが可能なハイエンドモデルが登場したんだよ。今回紹介するのは、ワンモアのハイブリッドイヤホン、5ドライバーの、ワンモア P50 だ。5ドライバーとしては完璧にしっかりコンパクトにまとめられたボディ、シェルは金属製で、そして、何より嬉しい、ワンモアの有線イヤホンでは、今まで固くなに採用されなかった、リケーブルが可能な1台だ。形状としては、この手の耳掛けスタイルの元祖、SHURE のクラシックなスタイルを完全に踏襲していて、最近流行りのでかくてキラッキラのハウジングとは逆の方向性、そして、多くのイヤホンを持っている人にはわかると思うんだけど、この形こそ、長時間装着していても疲れない理想の形状なんだよな。P50 は軽量で、なおかつ、この優秀な形状のおかげで、ずっとつけっぱなしにしていても、耳に変な負担がかからない、優秀なイヤホンだ。以前の4ドライバー、3ドライバーのハイブリッドモデルは、よりオーソドックスな耳から垂れ下がる形の装着方法だったんだけど、耳掛けにしたことにより、大きく動いたりしても耳から外れづらくなったので、実用面でもかなり安定感が増した印象があるな。さっきも言った通り、今までのワンモア製イヤホンは、上位も下位もリケーブルに対応していなかったんだけど、今回の P50 はちゃんと MMCX によるリケーブルが可能。標準ケーブルは少し表面の摩擦がある、スモーク調の半透明のものなんだけど、自在にリケーブルできるようになったのは、ワンモアファンも、他ブランドのイヤホンを買ってる人にも嬉しいアップデートだろう。ちなみにケーブルは、MMCX、3.5mm のマイク付きのみの設定、オーディオに詳しくない人が、そのままスマホにポン付けできる機種としての立ち位置も意識されているけれど、もちろん、DAP などに繋げればより力強い音質を手に入れることができるぞ。イヤーピースは豊富に付属。薄いけどしっかり装着感を得られるシリコン型と、高遮音と低音域のパワーアップが特徴的なウレタンフォームの低反発タイプだ。それから、巾着型のポーチと、何気に珍しい、USB-C 型の DAC も付属する、そのまま使って全く問題のない高性能なもので、スマートフォンにそのままこの P50 を接続しても、実力が発揮できるようによく考えられているぞ。また、最近ではサブスクミュージックサービスでも対応している、ハイレゾ認証も取得済み、より高音質な音源でもしっかりと表現できることが保証済みだ。パッケージ内容は、これだけでもしっかりと必要なものが揃えられていて、追加出費は必要ない。しかし、カスタマイズ性がないのかというと、全くそんなことはない。P50 はリケーブル可能だし、イヤーピースにダストガードがついているので、専用イヤピかな？と思いきや、普通の 6mm 軸のイヤピにも対応できるし、本体には別のダストガードがついているぞ。この P50 が発売される間にワンモアが販売している、E シリーズに対し、もちろんそのまま使うこともできるんだけど、高級モデルの本来の固定客である、マニア層にもよく配慮した1台になっている、シンプルなデザインで装着性も良いために、長時間利用できる高音質なイヤホンを探している人向けだ、変に尖った音でもないしな。というわけで、スーツなんかにも組み合わせられるし、オーソドックスなデザインの P50、付属品も充実していて、初心者からこの価格帯に慣れた上級者にまでおすすめしやすい外装設計だ。中身についてはどうなってるんだろう。ワンモア P50 は、順当にここまで進化を遂げてきた、ワンモア系の高級有線イヤホンの流れを組んでいる。E1001 というハイブリッドイヤホンが最初に登場していて、3ドライバーだった。その後に E1010 が登場し、こちらは4ドライバー、1台のダイナミックドライバーに、2台の BA、3台の BA という感じでアップグレードされてきたんだ。
今回は、1ダイナミックドライバ 4BA。ただし、日本語のページでは平面ドライバという記述がある。これは多言語の説明文でも同様に書かれているんだけど、分解図では一般的な BA っぽいんだよな。聞いた感じでは P50 のサウンドは5ドライバの BA とダイナミックドライバの組み合わせのハイブリッドイヤホンという感じだったから、多分 BA 系のドライバだと思う。内装についてはこんな感じ。ワンモアはドライバの詳細情報をそこまで公開しないけど、過去のハイブリッドシリーズから、ドライバ数が345と、順当に増加しているのがわかる。それから、僕は過去の人気作、E1001 を聞いたことがあるんだけど、それに比べて、低音の量感が違った。今回使用されているダイナミックドライバは、振動板に DLC、ダイヤモンドライクカーボンという、カーボン系素材の中でも、キレと低音の弾力性を両立できる素材が使われているので、そこら辺も影響してそうだ。さてさて、外見の仕様や内部の分かっている構造なんかを見てきたけど、特に、1台を、愛着を持って、連続使用時間、期間ともに、たっぷり長く使いたい人におすすめな印象だな。ワンモアのイヤホンは、ユーザーの好みから外れた音をしていたことがないので、今回も期待できそうだ。それじゃあ、お楽しみの音色について。今回は、低価格5ドライバで定番となっている、KZZS10 Pro X、同じくワンモアで、大きく人気になった、3ドライバのハイブリッド、ワンモア E1001、今回紹介する P50 より少し高いけど、同じ5ドライバで魅力的なモデルの一つである、AFUL のパフォーマーを、このあたりを中心に比較していこうと思う。まず、最初に取り上げたいのが、P50 が一番我慢してなくて良い仕様になっていることだ。ベストな装着感を誰でも手に入れやすい、軽量で小さなハウジング。KZZS10 Pro シリーズよりもさらに小さいので、5ドライバ採用モデルの中でも最小じゃないだろうか。重量もないので、長時間使いたい人、装着難が発生したことがある人は、P50 が一番おすすめだな。音質と関係ないって、いやいや、誰でも安定して長時間、同じサウンドを楽しめるのは重要なことだ。じゃあ、改めて音質本体の話に移ろうか。今回は、無酸素銅を使った、マイク付きの標準ケーブルで視聴しているけど、まだまだリケーブルによる可能性もありそう。標準ケーブルでもかなり澄んだ音なので、銀メッキ線なんかにしてやれば、ますます高音域は伸びそうだ。全体のバランスは非常に整っていて、なおかつ、弱ドンシャリの印象がある。BA ドライバーはしっかりと突き抜ける高音域を実現していて、低音域も、DLC のおかげか、ブーミーにならず、それでいて力強い。ハイブリッドイヤホンらしい、高音域、低音域ともに強い音、そして、5ドライバと、ドライバ数の多いイヤホンらしい、金属音、重低音を実現しつつ、中音域あたりの量感も良い仕上がりだ。ざっくり言ってしまうと静かな曲からうるさい曲、ボーカルのない曲ある曲、ボーカルに絞れば、男性でも女性でも、高い声でも低い声でも、何でも90点以上出してくれる、非常に優秀な一台だぞ。空間も、高音域がきちんと澄んでいるので、全体に広く、気持ちの良いサウンドになっている。天井のない、反射感の少ないサウンドだ。軽量な外装はおそらくアルミ製なので、アルミハウジングらしい、よく澄んだ、残響の少ない、つまり、四方に壁がなく、広々となっている印象がある。音源自体も、適切に距離が取れていて、装着感の軽さも相まって、イヤホンを意識させない、クリアな音色だ。全体の印象は若干感触によっていて、明瞭な音が好きな人におすすめしたい感じ。ただ、極端な感じはしないので、不自然さはまずない。こういうところはしっかりとチューニングを詰めてくるワンモア系のイヤホンらしい印象とも言える。ただ、E1001 は、ハイブリッド型ながら、あまり角ドライバの主張が激しくないイヤホンで、すごくオーソドックスななりで、自然ではあるんだけど、驚くような独自の表現力というのがない、しっかりとした優等生タイプだったのに対し、こっちはちょっと遊びを覚えてる感じ。もちろん、優等生の成績はそのまんまなので、変なところでバランスを崩したりしない、足腰の強さも P50 の魅力だ。P50 は、過去のモデルである E1001 に、高音域、低音域、そして、ボーカルのクリアさや楽しさを追加した一台と言える。他ブランドのものと比較してみようか。低価格な KZZS10 Pro、P50 と ZS10 Pro の違いは、もちろん値段もあるんだけど、曲全体に対する解釈がかなり変わる。ZS10 Pro は、KZ の中では、かなりバランスが取れてきたイヤホンではあるんだけど、それでも P50 を聞くと、あ、やっぱ細かいところ適当だわ、となるところもある。その適当さがプラスに働くこともあるんだけども、P50 の場合、しっかりとこなしつつ、その上に遊び心が乗ってる感じ。例えば、高音域の金属質な表現でも、より P50 の方が伸びやかで、力いっぱいトライアングル鳴らしてる感じのする ZS10 Pro とはちょっと印象が異なる。
また、ZS10 Pro には、他ドライバ化により、金属音の入り抜きが若干マイルドになっている感じがあるんだけど、P50 は音色が刺さらないのに、しっかりと鋭いままだ。ここら辺はワンモアの熟慮されたチューニングと設計が光るところだな。最後に、直接の検討比較対象になるだろう、オーディオブランドの5ドライバー、AFUL パフォーマー5と比較すると、感触仕上げの P50 と、若干オームな感じもするパフォーマー5、といった印象。ただ、P50 は DLC 振動板のおかげで、低音域の量感や増幅感もしっかり保っているので、より現代的な楽曲で有利な印象。また、何度も言うけど装着感により、多くの人が納得できるし、長時間使えるのは P50 の方になるんじゃないかな。マニアックな人間でも納得できる音質と、マニアックでない人間が触って、納得できる使用感。ついでに、スマホとそのまま組み合わせても、全く問題のない付属品と、誰でも安心して触れるし、僕みたいな口うるさいマニアでも納得させられる音質を持っている。今回 P50 は、しっかりと順当に進化したワンモアのイヤホンであると同時に、リケーブル可能という点で、僕らみたいなタイプのマニアにも門戸を開き直してくれた一本だと思う。もちろん、推奨度はかなり高めだ。お値段も、このタイプの5ドライバーとしてはかなりお手頃な23,999円。一本、良いものが欲しい。そして、それはいつでも使えるものであるべき。そういう人にぜひおすすめしたい一本だぞ。と、こんなところだな。最近は先鋭化してきたオーディオブランドが多くて、よりマニア向けになっていく製品が多い中、誰でも最初から安心して使える性能でありながら、しっかりと音質は一線級のワンモアは、とても多くの人に勧めたくなるブランドだ。ここら辺でもう一度、ハイエンドイヤホンはマニアだけのものじゃない、というのに気づかせてくれた、良い機種だったぞ。と、言ったところで今回はここまで。